イイーティングチャンネルをご覧になったあなたはラッキーかもしれない。対決企画でございます。素敵な対戦相手、まずはこちらです。お待たせからです。イエーイ。ヤンカニバーガーでございます。マキヤンバーガー、ヤンバンズバーガー。それではスタートでーす。いただきます。一皿いきました。すごい早い。ハンバーグ、はい、5分経ってないのに3皿いきました。どうも、マックスです。本日、サムライイーティングチャンネルをご覧になったあなたは、世界で一番ラッキーかもしれない。なんでか、なんでかというと、今日はですね、対決企画でございます。常日頃から対決、いや待て、ちょっと待て、はい、こんなありきたりな教科書通りのオープニングはいい、はい、皆さん、スニーカーの話していいですか。なんで、あの僕最近ですね、エアーマックス95っていうのを買ったんですよ。なるほど。で、僕今38歳でもうすぐ9歳になるんですけど、はい、昔あのエアーマックス狩りっていうのが流行ったぐらい、はい、あと G ショックのイルカクジラモデルとか、はい、同世代の方もおおなると思うんですけど、それぐらい僕にとってエアーマックス95って大好きなんですね。で、この前ね、オールスターのコンバース、あのチャック・テイラーの話、あなた全カットしましたね。しましたね、本当に。コメント欄でスニーカーの話来たって言いましたから。それを踏まえて今日カットするかしないかはあなた次第でございます。はい、そういうわけでエアマックス95っていうのはですね、というわけで本日の対決なんですけれども、対決というのはやっぱ僕一人じゃできないので、素敵な対戦相手をお呼びしたいと思います。まずはこちらの方です。また来ちゃいました。大畑かれんです。イエーイ。なんと本日は私男性なんですけれども、対戦相手がこちらカレンさんという女性なんですね。これはどういうことを意味するのかと。そうなんです、わかりません。はい、ただですね、はい、ここはどこなんだと、うん、お前らどこにいるんだと、はい、その説明をしてくださる素敵な方を今からお呼びしたいと思います。こちらの方なんですけれども、こちらのお店のオーナーなんですけれどもオーナーさんなんですけど、実際現場に立たれてて、もしかしたら目の下の話、どうも天馬さんです。どうも、どうも、あ、やめてください。こちらで、はい、バンズみたい。じゃあ、あのちょ、自分ちょっとあの説明うんぬん分かんないんで、全部お願いします。はい、はい、あ、でもそれだけパンダ、私、あの10818天然パーマの天馬という名前でですね、 MC 兼、そしてこちらのお店をですね、はい、やっております。どうぞよろしくお願いします。ちなみにこちらのお店さんのお名前は、はい、あのユーミン108というお店で、もうですね、実はもう自分10年目でございまして、あのね、この後多分テロップ出ると思うんですけど、実は9月末で、あ、実は閉店なんですよ。え、閉店さ閉店さ、え、はい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 、閉店させて、リアクション取りづらいですね。ただあの時期はこの時移転するか、キッチンカーとかそういうのやるとかは、またあの後日皆様に、はい、あのちゃんとお知らせいたしますんで、でそのね、最後の力を振り絞って今回、そうでございます、様々な料理を作ってまいりましたんで、おー、ぜひね、大食いでね、たくさん食べてください。ちなみにこちらのあれなんですよ、お店さんはですね、調布駅目の前でして、はい、そうです、ちょうど今ワールドカップで、そうなんですよ、フルゴッツの外人の方とかもめちゃめちゃいらっしゃる。めちゃめちゃいます。あれ、カレさん、今日ちょっと眠そうな腰ですね。あの、まあちょっと酒に飲まれて寝坊したんですけど。正直、正直、偉い。あの、ぎゅうぎゅう詰めで、はい、もう、なんかもうこんな状態で乗ってましたよ。わざわざね、わざわざ調布までご足労ありがとうございます。ちなみに、あの、個人的な質問していいですか。はい。テンパさん、お酒は召し上がる方なんですか。は全く飲めません。めっちゃ飲みそうなので、見た目ちょっと色腹に、はい、はい、なので、あのいつも飲めないんですけど、はい、というわけで以上でーす。なんで、はい、なんで、なんで、レッツイーティング、よろしく。はい、それではもろもろの準備が整ったみたいなんですけれども、ね、はい、ここからはちょっと僕正直あの把握できてないんで、なるほど、あのやっぱりこちらのメイン MC で今回の天馬さんにこちら、これからはあの MC お任せするので、いいですか、あのここから全て好きになってください。はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あの、はい、あの、じゃあ私、天馬が、はい、じゃあまずちょっと料理ね、バンバンバンって今出てますけれども、こちらがですね、あのニャンカニバーガーでございます。実はですね、2017年のグルナビヒットメニューにも選ばれましたプレミアムソフトシェルクラブが入っておりますニャンカニバーガー、こちらがね、マキニャンバーガーのロースバーガーですね。はい、ロースがたっぷり入っております。美味しそう。はい、ステーキってことですね。ステーキでございます。はい、はい、で、こちらがですね、バンズが入っておりますニャンバンズバーガー。ニャンバンズバーガーでございます。はい、このね、3つを皆様25分、はいはい、25分一本勝負で、はい、マックス鈴木さん VS 大畑カレン、そしてジオン混合チームでございます。誰誰誰、ずっと気になってたんですけど、
どちらですか？俺も聞いた。ちょっと遊びに来ちゃいましたね。遊びに来ちゃいましたよ。ジュオンという名前なので、はい、よろしくお願いします。ジュオンでございます。心細いので、ね、完全にね、テロップでも、出てると思いますけれども、こういうソロで活動しているギターボーカルでございますけれども、はい、ありがとうございます。アーティストの方なんですか？あ、そうですね。そうなんです。はい、フードファイターというか、フードを食べるのは結構初なんですけど、そうです。今回初チャレンジでございまして、はい、期待してます。はい、乗っかる感じがまた、はい、詳しくお話させていただきますと、去年、今年かな、はい、ビーズの全国ツアーでしたりとか、菅鹿尾さんの全国ツアーでしたりとか、はいはいはい、あと3代目 JSOUL BROTHERS の登坂さん、はい、とご一緒に全国をぐるーっと一緒にギターサポートとかギターサポートで回っております、はいはい、で彼自身ももうジオンという名前でですね、ソロでもうデビューしておりまして、はい、はい、白い顔を塗った子供が出てくるやつ、それジオンよくね、マジでプロのジオンが今回特別に参加させていただきます。なぜかということで、すいません、よろしくお願いします。ありがとうございます、ね、だって、ビーズさん、菅鹿尾さん、そうですね、やばくないですか。いやいや、ありがとうございます。いやマジなんすか。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、この3人で、はい、やらさせていただければと思いますけれども、はい、それではね、25分一本勝負、うん、準備の方はどうですか。はい、なんかおー、ドキドキ。どんなのかな。カレンちゃん的にどうですか。もう今回は早く食べたいです。はい、あ、はい、ありがとうございます。お腹空いてます。お腹空いてます。じゃあマックス時間的にはどうですか。バーガーで25分って結構やっぱ正直短いと思うんですよ。はい、当たり前ですけど、マジでいきます。それでは始めたいと思います。おい、マックス鈴木 VS 大畑カレン、ジュオン混合チーム25分、それではスタートです。いただきます。素晴らしいね。まずはいただきますから入りました。うわ、ばっつり。これね、持つのも大変なんだよね。うわー、もう一回っていうかね、マックスさん早すぎないですか。もうカニが丸々2匹入ってるんですよ。全部で2匹入ってるんですけど、少なくとも1匹はですね、もう、なくなりつつある。あ、でも大畑カレンさん、早い。美味しい、どうする、どうなんだ、美味しいのかな、これ。美味しい、美味しいよね、シャワー、ありがとうございます。でもね、もうね、いい言葉にならないぐらいうまいというような感じでございます。あ、早い。もうマックス鈴木さん、もうあっという間に半分いきました。ね、あ、いいね、ジオン。ジオンはね、マイペース。それがいい、それがいい、いいよ。そうですよ。あ、そう、お肉も食べながらマイペース。はい、大畑カレンさんもね、トマトとの相性はいかがでしょうかというようなところもありますけれども、はい、美味しくいただいているようです。いやー、早いな、早い。で、そう、今回パンなんで、やっぱ水分がかなり欲すると思うんですよね。なので、あ、やっぱりあっという間にお水もなくなりますけどね、皆さんね、水分もちょっと取りながら、ぜひね。うわ、いった、早い、マックス鈴木さん、一皿いきました。いやー、すごい早い。え、だって今始まって25分のうちの、まあもう1、2分じゃないですか。1、2分です。あと2分、ありがとうございます。もうカニにがぶりついております。こちらプレミアムソフトシェルクラブね、2017年のグルナビのヒットメニューにも選ばれておりますんでね、でもカニ自体も美味しいです。しかも今回ハンバーガー用に特別に味付けもしておりますんでね。ハンバーガー用に。はい、そうなんです。美味しい、美味しい、ありがとうね。ね、いいよ、ジオン、おいしく食べてる。あ、もう、カレンさんもう半分いきました。ね、ジオンも半分近くまでいったかな。そんな中、もうマックス鈴木さん、こっちも半分いっちゃう。完全に 1.5 個をもう5分以内にいっております。これね、皆さんもちょっと見ててちょっと分かりづらいかもしれないですけど、ハンバーガーの大きさ、そして量はですね、1個 500g です。500g、あ、500g、 500g です。これをね、もうすでに、鈴木、マックス鈴木さん、1キロってことっすよ。1キロいっております。まだ3分経ってない。3分経ってない。いや、すごいな。いいよ、早い。いや、でも、大畑カレンさんもいいっすね。食いっぷりが。でかい。ね、ちょっとね、実はね、またお肉と、その、バンズとまたちょっとね、それぞれ大きさが違うんでね、食べにくさもありますけど、ありがとうございます。ハンバーグ。はい。こちらに2皿目いきました、マックス鈴木さん。これは早い。これでもペース的には同じかもしれない。ね、同じぐらい。正直これ2人がもう食べ終わったらもう2皿でございますから、いいよ。いや、カレンさんもジオンもいい感じでございますね。実はね、先ほどジオンさん、ちょっとチラッと聞いたんですけど、ワンコそばを160杯、160杯いけるんですよ。
つまり実はなんだかんだフードファイターに近いね、素質が。チュル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 いっちゃう。あ、なるほどね、チュル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 いっちゃうわけでございます。そんな形でですね今回ね、ちょっとチュルチュル違うからね、食べづらいかもしれないけど。鈴木さん、早いな、すごい早い。ありがとうございます。はい、大畑カレンちゃん1枚いきました。いや素晴らしい。いやいいペースですよ。かなりの接戦じゃないですかね。これね、多分ね2個目3個目がかなり厳しいと思う。まず1個目はねさーっていけると思うんですけど、2個3個いくとやっぱパンなんでどんどんやっぱ重くなっていくじゃないですか。それにしてもね、あ、見てください、鈴木さん揺れてます。今日は揺れてます。で、これあれですよね、多分胃のね、また一つの技でございますので、ぜひそちらもチェックしていただければと思いますけど、ちょっと俺も揺れようかな。揺れても食べてないですよ、揺れましたかな。いい感じです。あ、ジオンさん、ジオンさん行きました。もうちょい、あ、まだね、いいよいいよ、マイペースで行こう。いや、なんかどうですか、カニちゃん。カネちゃんからもおいしいいただきました。プレミアムとポシェルクラブ入りのヤンカニバーガーでございます。ありがとうございます。よいしょ、ジオン、あ、えらい、ちゃんとお皿の上にあるサラダも食べて完食でございます。まずは一皿 OK、 じゃじゃんと。はい、二皿目いきます。はい、こちらはですね、ニャンカニの、あ、ごめんなさい、ニャンロースバーガーですね。ニャン巻きバーガーのロースバーガーでございます。あ、という中で、まずちょっとごめんなさい、まだ5分経ってないんじゃないですか。5分経ってないのに3皿いきました。はい、奇跡、ありがとうございます。 1.5 キロが今マックス鈴木さんの胃の袋の中に入りました。いや、すっごい早い。これはい、5分経過。はい、5分経過。あ、たった今5分経過いたしました。5分経過しても全然スピードね、とどまらない。いや、すごいですね。すごいね。もうね、まあ、ジョンはゆっくり喋りながらでも全然大丈夫ですよ。本当にね、ジョンさん、本当ね、どうですか、腰顎が痛いね。そう、な、そうそう、聞いたことある。フードファイターって、胃袋の大きさっていうより実は顎と喉が結構その食べることに対して関連してるっていうのをちょっとちらっと聞いたんで、ね、実際やっぱり体験してみると、そうですか、もうやばい、あ、開かなくなる。ありがとうございます。喋らないでもらっていいですか。ありがとうございます。カレンちゃんもね、カレンちゃんもね、いいか、ダミさんに顎やられるくらい食べます。あ、そうですね。パンもかなり大きめなんで、かなりね、食べづらさはあると思います。だからレタスの大食い嫌いです。あ、ね、そうやってね、どんどん褒めていただいて、本当にね、基本ポジティブなんで何言われても褒めにしか聞こえないんですけども、いやー、すげー、すげー早い。だってこれ実際お水も飲んでるじゃないですか。お水飲んでる量とか入れたらもうこれ2キロ近くいってますからね。いやー、スピードも速いし食べる量もあるし、いや、ちょっと今日の持ってきてる食材全部なくなっちゃうかもしれない。やばいな。だってもう、だって5分と、まだ10分経ってないですからね。10分経ってなくてこのスピード、素晴らしいでございます。いやね、なかなかちょっとね、やっぱレタスとかあとそのお肉とかちょっとバラバラになっちゃうから食べづらいかもしれないですけど、ちょっとカレンちゃん頑張ってください。頑張ります。ありがとうございます。もうね、あ、どんな中、鈴木さん、もう4皿目ですけど、大丈夫ですか？ 4 皿、だから2キロですよね、2キロ。いや、今、10分以内に2キロ。いやもうついついおしぼりでテーブル拭いちゃうような勢いですけど、いや、すごいな。いや、ありがとうございます。あ、ちゃんと、もうね、飲食店泣かせというかね、もうありがとうございます。はい、4皿目、ありがとうございます。もうね、飲食店としてもね、やっぱ嬉しいのは、しっかり食べていただいてるんですよ。もうね、この普通だったらやっぱりちょっとサラダとか残すじゃないですか。それも今ちゃんと手ですくってパクッと、もうね、その気持ちいい。もうね、作りがいもあります。いや、その中、じゃあもう1.5個目、テンポ同じなんですよ。やっぱね、ワンコそば160杯嘘じゃないかもしれない。いやいやいや、もういや、でもすごい。でもペース的には今この2人が食べ終わればね、ね、カレンさんとジオンさんとで4皿でございますね。でも本当ね、接戦接戦、いい感じですよ。これは
ね、あとはね、あの3皿目にちょっとどうなるかなっていうところは実際のところありますけど、あの今のところは2人ともペースは変わってません。ただね、全然変わってない、マックス鈴木さん。あのね、ほんと変わらない。もうずーっと変わらない。しかもやっぱね、食べ方にコツがあると思いますよ。あのね、外側から行って、で、中をパクパクいってるんで、多分ね、バンズとかパンとかのやっぱ大食いの時に、あの、多分この食べ方が早くて、さらに入るんじゃないかなというのは、ちょっと隣でこう、チラチラ見ながら思ってますけども、かなりね、こう、胃に入れ方もうまいんじゃないかなってのはね、思いますね。そんなのが、もうね、ジョンは、あの、お水2杯目、ね。でもしこれ食べたら、だって1キロですよ。1キロって普通が1キロですから。わお、すごいな。いや、でもすごい。そんな中、もう2人が、ね、もう1皿ずつ行く中ね、マックス鈴木さんも、これもう1、2、3、4、5皿目が終わりに、ね、欲しかったです。もうちょいだ。もうちょい。怖い、この人。怖い。これね、いやもうパクパク、しかもちゃんと指でもいっちゃうからな。いやーすごいな。あとね、やっぱね、ありがとうございます。あ、原さん、じゃじゃん、2皿目、3つ、これ3皿目ですね。3皿目ロース入りましたね。こちらロースはですね、もちろんレタスも入っておりますね。サラダが入った上でロースとフライドポテトも入っておりますから、実はね、歓迎。ありがとうございます。ハンバーグ、ハンバーグ、ハンバーグ、ありがとうございます。そんな中、鈴木さんが5皿目でございます。で、5皿目いきました。これで6皿目。いやー、もう早いし、ロースはこれあれですよ、あの、顎や。そうかもしれない。あのね、ロース結構食材が、細切れになってるので、あの、かなり噛む力とあれが必要になってくる。なので、じゃあ今後そのハンバーガーを選ぶ、何を選ぶかによってまたちょっとね、スピード感も変わってくるかもしれないですね。いや、あれ、ジョーさん、ちょっとね、ちょっとあれですな、なかなか、これは2皿目、真ん中、どうですか。これ以上スピードを上げるとちょっと、映像的にやばいもの。なるほど。そう、あのね、ちゃんと見てる方をね、考えた上の、はい、一言だけですよ。こんなんで僕に勝てると思ってるんですか。もう別に人数増やしても何でもいいんで、本気で勝ちに来てくださいよ。はい、ね、ちょっと私も参加してもいいですか。あのね、やっぱり自分のお店のものはやっぱ自分自身で食べないと。ね、いいですか。ありがとうございます。ね、3対1か。3対1、じゃあ、喋りながらね、はい、食べさせていただきますんで、ちゃんと説明もしながら行きますけど、いいですか。あの、なんか見てください、これ、ね、混ぜた方がいいかな。はい、はい、トマトと、バンズですね、ちゃんとレタスが入ってる。はい、入ってる。ね、わー、もうマイク置くなったわ。マイク置いちゃうか。じゃあ、先生、マイク置かせて、あ、水もね、飲みながら。それでは、私もいただきます、はい、ね、ちょっとしばしね、無言になりますけれども、皆様どうぞよろしくお願いいたしますということで、いただきます。思った以上に鈴木さんのペースがすごい速い。うまい。あの、はい、食べる。まあでも、おのおののペースで、食べ方っていうのはおのおのあると思うので、うん、あ、おいしい。うまい、うまっ。いや、すごいっす。すごいっす。何時笑ってんすか。おいしいっすよ。でも、MC しながら言葉にするとなかなかないかもしれない。あのね、はい、やっぱり食べながら思いますけど、あの、食べてから言ってください。落とすのは、秘密がある、うん、なんか、伺ったら、その、テトリスみたいな感じでしたよね。ははは、マジっすか。息が抜けないと落ちないんですよ。あー、うん、なるほど、なるほど。うん、皆さん、ずっとですね、その、チャーミングのレタスが逆サイドに入れてます。ありがとうございます。まだついてます。何分ですか。まだついてます。まだついてる。逆におしぼりがもうすごいことになってる。あー、おしぼりちょっと待ってた。ありがとう。今半分消されましたね。半分は、うん、すごい。半分、15分消されてね。うん、12分半。あ、13分、13分ね。もうちょっとで15分。うん、あー、ハンバーグ、なんすかこれ。今、7皿目、7皿目、3.5kg ですよ。うわ、すごいな。4.5 ぐらい、うん、やっぱ美味しいんでね、ちょっと味わっちゃいますね、これね。
違いですか。でもこれ、なんかあの機会を言うと、もう誰に挑戦なのかもしれないですね。すごい大変。これすごいわ。これ、ジョンさんもすごいですよ、これ。すごい。いや、俺ね。何っすよ、釣られてる。ちょっと、それだけ楽しい楽しいピクニックやな。美味しいね、美味しいね、もうこのハンバーガー味わって食べようね、みたいな。これすげえ、うまっ。これうめえな。ほんまあるわ。ある意味、テンパさんの会話とかって、喋りながら食べると相当しんどいと思うんですよ、仕事に関して。うん、おいしい。試合の時とか味の感想を求められつつ食べなきゃいけないんですよね。一番辛いかもしれない。でも全然自信ない。何歳か受け込みましたか。はい。目標が。で、目標3つだよ。いや、いけるし、いけるし。お、うん。お願いします。はい、うん、水飲まないと入らないですもん、胃の中に。これパンは絶対無理ですよね、これ。だってホットドッグとか水につけるようなことありましたね。そうなんだ。パンだからこれやばいですよ。なもう、もうなんかリスみたいに大袋いっぱいにしないと食べれないですもん。ラスト10分です。ラスト10分、やばいやばい。ラスト10分、せめて1個はいくからな。いや、持ってきてほしい。ボーナスそれは、スモークを返すときに余ったら食べる。おお、なるほど。1個完食でいいなと思った。なるほど、なるほど。何が、うん、気持ち的にだけする。3分の1ぐらい食べてくれる。あー、はいはいはい。頑張ろう。さすがファイター。でも、私、カジキさんが並びますよ。わかりました。並びます、マジで。今、鈴木さんが7皿目で、今、私が変わったんですか。でもあなたまだ食べ続けてるんですよ。やばいんだよ。鈴木さんがペース変わってないですよ。邪魔した方がいいですか。そこでその線出してる。邪魔しないですか。邪魔しないですか。鈴木さんちょっと美味しそうだな。こっちで。すごいな。ちなみに残りうん、わかりました。どっちの方が湧きやすいですか。おいしい。試合するので、こっち、どうですか。これが前の、これ。これがね。パンってすごい。あ、うわ。パンの方がしんどいですか。うん。肉じゃない。肉じゃないっすね。テンパさん、喋るよりも喋れない。とりあえずじゃあ、はい、お、うん、2皿目、はい、2皿目、入れてください。次は私でいきますか。すごいな、はい、はい、うわ、ハンバーグ、ハンバーグ。でもさ、まだ1つ残ってます。生もね、レタスとかポテトとかでいい。曲げないですから、絶対、絶対曲げないですから。ここは食べれそうですよ。お、いいですか、パンだけになると、どんどん大丈夫。肉人嫌いか。残しときます。なんか、足とか野生的にいきますか。野生的に手でいきますよ。なるほど、我々は失礼いたしました。本当に出会いと失礼かもしれないです。すごい説明任せてくれないよ。ちょっと鈴木さんも若干しんどくなってきます。よっしゃ、今がチャンス。テッパさん、あの口の勢いめちゃくちゃいいんですけど、食べるのよ、そんなに。この番組の真似してもテンパスパークしかない。テンパスパークって言って早く食べるだけ。いくらですか、テンパスパーク。すごい、すごいぞこれ。パンがもうパンがね、中じゃないですね。中は逆にね、
パパパいけるんですけど、パンが水分が全然入らないんで、その、よく噛まなきゃいけないんですよ。で、噛みすぎると顎痛くなるじゃないですか。で、顎痛くなると食べたくなくなっちゃうんですよ。ね、あの周りにめちゃくちゃ興味があるんですけど、多分皆さん、ゴーゴー早く食べろって言ってゴーイート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 、はい、鈴木さんのグッズパーティー作戦の勝負だったガチバトル一つの脇あいあいの作戦かじゃあ見てもらっ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 てもら早く肉に辿り着きたいなっていうこの目標感あ、なるほどね第2号第2号めちゃくちゃけなげじゃないですかお、鈴木さんがちょっと止まったかなでしょもうちょっとで20分できないですかぼちぼちで送り込むうん、並べ並べ、うん、並べ並べでも今、鈴木さんちょっとスピードが出せるチャンス、うん、牛乳とか入れてる牛乳ここで美味しいやつね飲み物でちょっと帰ってくれるはい、残り5分です。残り5分。ここから1分刻みで。うん。最高です。もう、パリッと。もう。Yes, sir. Yes, sir. 団長。あれ、優しい。いや、マック鈴木さんの気遣い半端ないんですよ。これだけで、あと全部これ。もうね。すげえ、かっけえ。かっこいいな。これだけも全然普通ですけどね。でも、この追い込みがすごく、オープンにすごい。あ、カレさん。よっしゃー。すごいですよ、牛乳。めっちゃうまそう。すごい冷え冷えな感じで。おい。テンパスパーク。よっしゃー。見てるだけです。あ、見てるだけ。うん、とりあえず。ああ。ああ、牛乳。牛乳。うわー。はい、残り4分です。いや、かわいいね。かわいいね。かわいいですよね。ほら。意外と時間ですよ。いやこれね、あの実際じゃ体験してみると、知らないですよ。ではジョモさんが思った以上にフードファイター。いやいやすごいよ。カレンさんの指示は結構、うん、ちゃんと体ですよ。ねもちろんね、それももちろんカレンさんの指示もあるけど、カレンさんと会話ながらはいはいしてる。いやすごい。1キロ以上入ってたし。ね相当っすよ。いやでも美味しいっすね。美味しい。これは俺は良かったって言うべきだ。美味しいっすわ。いやすごい鈴木さん、何皿目ですよ俺。え、マジっすか。8いった。9、3、8回。残り3分です。そうなんですか。2、4、5で、皆さんが絶対完食しよう。よっしゃー、やりますか。ここちょっと見込めないもうね、俺もう中身の肉しか食えないわ。鈴木さん、VS、カレンさん、ジョンさんだけなんじゃないかしら。大丈夫です、大丈夫です。ちゃんとやる、ちゃんとやる。ちゃんとやる。試食して終わり。確かにね。うちのパン、うめえ。うめえ、うめえです。鈴木さんね、今笑ってるからチャンス。笑ってるからチャンス。俺、だから肝なんじゃない。ダメだ。ただ、鈴木さん、テンポが好きですよ。疲れてる。鈴木さん、すごいのが、このフードファイトの前にたこ焼き食ってますからね。なんでって話じゃないですか。本当にウォーミングアップしてるけど、おかしいっすよね。すごすぎだよ。なんで食べれるんだろう。はい、残り2分です。よっしゃ、2分ですね。25分までなんでね。よっしゃ。ここあ、全然、あ、ナイスサポート。優しいね。
絆が生まれてるように見える、うん、一口でもめっちゃ美味しい。だってあれですよ、今日は大食いだけじゃなくて総合店もありますからね。あ、そうね、総合店ありますよね。和気あいあいっていう総合店では、あの我々ね、花子のないのかな。今、ただいま追加されました。あの、口に入ればいいっていうのってあるんですか。口に入れれば、あ、まあまあ、そういう、そういう意味じゃない。はい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 、いつ飲み込んでもいい。そうだったら、そういう意味。最後ね、最後、最後飲み込みないですよ。残り1分半です。よっしゃー、やるわ。あの声は一番でかいですけど、食べてるより一番少ないです。あー、ダメね、めっちゃ飛んできた。そうそうそう、気持ちね。結構あの周り盛り上げてくれるね。でも美味しい、本当に。やっぱり。はい、残り1分です。何分？15秒ペースで完結です。すごい、もうすごいと思ってる、このマックスじゃない、水ちょっとしか飲んでないですよ。ちょっちょっちょで全然入るんだなっていうね。カレンさんの追い込みが見えてます、ね、カレンさんすごい、カレンさんほんとすごい。残り45秒。あ、やばい、出番ですか。でもさ、それ45秒で、今45秒でいくんです。何でしょうか。完全にもう残り30秒。わーしゃー、30秒コールした方がいいですかね。そうですね、うん。出したら上だろ。お、カレンさんが来る。お、すごい。そのあとテンパさんと鈴木さんだけど。うわ、残り10、うわ、9、8、テンパスパーク。4、3、2、1、うわ、はい、終了です。おお、鈴木さん、マジっすか。うわ、お疲れです。手に召されるようになりますね。マネージャーの方です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、というわけで、はい、本日、戦ってきたわけなんですけれども、はい、ここからもちょっとまとめは天馬さんにお願いしてよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。すみません。いや、とんでもないです。もうね、胃に食べ物がいっぱいで頭が回るかどうか分かりませんけれども、いや、でも本当すごい。もうね、何よりもね、この3人に皆さん大きい拍手ください。いや、ほんとすごい。いやー、ちょっと実際体験してもこれはちょっとすごいですね。いや、まさかの、まさかの資格がここです。いや、すごい、ジョンさんもすごいですけど、いやね、やっぱね、カナさんもすごい。だって、終わってもまだまだ行きますからみたいな。もうね、長時間ファイターですよ。そうですね、ここから多分食べ放題行きます。だって、でも行きますよね。いけるよね、無理だよ。それは無理だよ。決まってんじゃん、なもう。それはなんかファイターさんの特性というか、ね、短い時間でパッと食べれる人と長時間で食べれる人。マックスさんはちょっと短距離走的な感じですね。だってもう顔いってる。そうですね。ほんとだ。なんかもうジオンさんやばくないですか。思った。いや、もう余裕の1キロ超え。びっくりしたんですけど、今基準値、多分その量産に最強レベルのアップドフェイスが基準値高くなってるんですよ。普通にすごいっす。マジっすか。これ一個食べきるのでも、いや、えげつないな。なんか嬉しいです。いや、ほんとすごい。食べ終わってしっかりカレンさんの指示伺って頭ちゃんと使いながら冷静に進められるっていう。いや、もうチームワーク出来上がってんなと思いながら食ってるわけ。そう、まあ、すげえな。ちょっとその総合点で言ったらこちら側が上なのかなっていうのはちょっと個人的には思っちゃいますけれども。めめめめめ、はい、関東省みたいな。関東省。まあでもね、やっぱ実際のところ今日はね、大食いというところなので、はい、ね、ちょっとお皿の数をですね、はい、ちょっと確認したいと思います。はい、でまずこちらからでよろしいですか。はい、はい、大畑カレン&ジオン、まあ、そしてちょっと一部108の、はい、混合チームでございます。こちらですね、まず一番上から1皿、2皿、3皿、4皿、5皿、6皿、7皿よいしょ、合計 3.5キロ。素晴らしい、25分にて、ね、そしてマックス鈴木さん、はい、はい、こちらですね、数えさせていただきますね。はい、はい、1皿、2皿、3皿、4皿、5皿、6、7、8、9! 9皿、合計 4.5 キロ完食となります。いや、すごい。もうね、これはもう人間ですか。人間で、本当その通り。それもう、マックス鈴木さんの勝利。ありがとうございます、ありがとうございます。おめでとうございます。うわー、すごいな。危ねー。危ねーかな、これ。
危なくはなかった。でも途中まではかなり接戦でしたから、ね、もうすごかった、競ってて。でただね、何より違ったのはね、やっぱりペースが変わらない、落ちない、落ちない、ずっと食べてすごかったですね。途中でちょっとなんか落ちるかなっていうのも、やっぱ この動きの後、この動きの後ね、変わらず、いやすごいな、ね、途中でね、笑ってちょっと笑ってペースが落ちたところありましたけど、あ、ね、あのそれぐらいでしたもん。いやそんな戦いでございました。本当皆様お疲れ様です。本当お疲れ様です。いやすごいな、だってこれが一般的だと思います。本当ね、これが一般的だってね、あのね、申し訳ない、これだって1個いって、でこれもう2個目ちょっと正直食べるか食べないか悩むぐらいですもん。そうですね、冷静に一般的にというか、ああ、まあ、ちょっと考えたら難しいですよ。ちょっとね、1個でももう十分お腹いっぱいです。でもすごいすごいっす、すごい、ね、いやこれだってまたね、ね、別の現場でバタバタっとっていうこと全然あるんですもんね。てかちょっと個人的に思ったこと言っていいですか。はい、テマさん、今度大会の MC とかやってほしいなって。あー、できそうできそうできそう。あのさ、すごい結構マジでできそう。あのさ、おべっかなしにさ、普通に楽しくなかった。わかる、間合いがいい。間合い、あ、距離感ですか。結構ちょっと間違える方が、まあ、はい、たまにいるんですよね、はいはいはい、なんかゲストで来ている方々とかだとちょっと、え、今って時になんかちょっとちゃちゃ入れるようなこともあるんですけど、はい、リアルはい、リアル、大事な話、これが大裸ガレンです。特定してませんから、さまざまな方々がいらっしゃるので、総勢十何人とか、もう何十人とか来ている中でやっぱりそういう方もいらっしゃるので、なるほど、なるほど、心地よく食べれるのってすごい貴重だと思います。タレントさんからするとすごいやりやすい。そうです、そうです、そうです。しかも呪文さんぜひ選手としてね。いや普通じゃないっすから、マジですごいですよね。普通じゃないですよ。さっきなんかトレーニングすればすごいことになるよとか言ったら、うん、トレーニングとかあるんすか。一応あるにはあるんですけども、多分簡単に飲み込むと思うんで。ミュージシャン、あ、そっかそっか、選手ました。帰って練習しますこっちのね。ねえ、いやでも本当にすごい。いやいや、もう本当顎が痛いですけど、いや最高ですもん。勝負に関してもですね、ちょ皆さんもちょっと感想いただいてもよろしいですか。はい、はい、じゃあどうしましょう、じゃあこう言って、はい、あ、こう言ってからいきますか。はい、かなちゃんお願いします。寝坊してすいませんでした。今度はもっとゆっくり味わいたいです。ありがとうございます。ね、ついつい裏側も正直に言う、そんなかなちゃん好き、すごい。いや、ジョーさん、はい、なんか超食べてたらですね、胃に全部持ってかれて、なんか冷え性が悪化しましたね。あ、なるほどね。で、ちょっと今時間が経ったら、だんだん血が通ってくるんですよ。これなんすか。いや、大食いあるあるとかじゃないんですか。イエーイイエーイ。マジか、マジか。一瞬サッと引くんですけど、だんだんこう血が通るんですよ。多分血糖値上がってたんじゃないですか。あ、これ、そういうことか。やばい、多分そうと思うんですよ。ありがとうございました。いやいや、素晴らしい、ジオンさんね、今日のスペシャルゲストでございました。はい、それではね、今回のね、今回のね、勝者であるマックス鈴木さん、ちょっと感想いいですか。はい、はい、先ほどおっしゃった、はい、テンパさんがおっしゃった、笑ってちょっとペースが落ちるみたいな、はい、あれ正直逆で、楽しくて上がったんですよ。うわー、あの時マジで辛くて、そういうこと。いや、本当に自分でびっくりしたんですけど、はい、なんか新たなスイッチをマジで押されました。もう4年ぐらいあるフードファイターやらせてもらってるんですけど、マジでびっくりしました、あれは。あ、そうだった。それも含めてやりやすかった、はい、って思いました。なるほど。で、この流れで今度僕もマイク持って今日の感想聞いていいですか。テマさん、今日いかがでしたでしょうか。いや、今日はね、ほんと良かったですよ。みんなね、いい感じで。というわけで、ありがとうございました。バイバーイ。またね。あなた次第でございます。はい。というわけで、エアマックス95っていうのはですね、僕が好きなんですね。はい。あと、ちなみに僕好きなのは、フットスケープっていうのもあるんですよ。あと、ズームフライトっていうのもあるんですね。この辺、スニーカー好きな方だったら、おーってなるんじゃないかなと思っております。はい、以上です。終わりかよ。というわけで、本日の対決なんですけれども、はい、セーフです。あ、やっぱり。一応カメラ回しとくと、使う使わないはね、あれです。飲み込みが落ち着いてから、結果発表に移りました。大きいちっちゃいなやつ。
なしさ。ありがとうございます。甘いね。感想ね。甘いね、トマトってね。あるよね。すごいわ。マジっすか、これ。600トレーニングしたら、それ知らなかった。600超えだよ。しかもなんか、確か重量測ってないところもあるけど、でもマックスやってるとガチガチに多分15かな、多分 15g だと思うんですよ。ってことは立花とかだと、なんか 10g の時もあったりとか。そこまで多くなかった。少なくもはなかったけど、多くはなかった。じゃあ 13g か。その 2g 相当違いますよね、600g だから。結構違う。食いてきてるからですね。600g か。私、ワンコさんは430g とか。でもそれだよね。周りが600とか800とか言ってるお店で、やってから、あーちょっと残念。すごいな。でもその後、あのラスカルさんって言ったんですけど、その後に大戸屋行って、マック行って、最後なんかカフェみたいなのって、長時間ずっと行ける、ね、長時間食べれます。すごいな。終わったら、あの落ちちゃって、あーなるほど。食べていいですかって、ダメーって。一回もう食べなかったらもうそこでダメ、はい終了って。そうなんだ。止まったら止まったら。はい、というわけでありがとうございました。本日ありがとうございました。いや、とんでもない。本当にこちらこそ。このエンディングのおまけというか、はい、マジで俺が今アドリブでちょっといいですかって言ってゴリちゃんに言ってこれ撮らせていただいてるんですけど、うん、あの正直、はい、今回の MC をやっていただいて、はい、そのテンパさん的にはいかがなんですか。その、いや、自分めちゃめちゃ楽しかったですよ。はい、僕マジでちょっとお願いしたくて、はい、大会やろうみたいな話を今ちょっとあの水面下でやってるんですけど、はい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 、もしあのよかったらちょっと本当に熱烈なちょっとオファーをさせていただきたいなと。本当正直ちょっと思って完全にカメラの前で。本当ですか。はい、はい、ちなみにいつ頃ですか。代表決まってですか。ワイさんいつ頃予定ですか。いや、年内でとりあえず何回かちょっと15分でやっていきたいんで、はい、なるほど。来年にはもうでかいのをやりたいですけど、もうちょっとずつ少し小出しにしながら、予選形式のものとかを1個ずつこなしていって、準備していきます。ああ、なるほど。もしあの本当にあの手前さん嫌じゃなかったらなんですけど、はい、もう本当個人的にちょっとマジでお願いしたいなと思って、ですか、はい、ちょっとそれが一つありつつ、はい、あと、はい、カニやばいっすね。あ、ありがとうございます。本当にハンバーガーも美味しかったんですけど、はい、ステーキもカニがやばくて。本当ね、カニはもうね、先ほど何度もお話しさせていただいている2017年グルナビのヒットメニューに選ばれたやつを、さらにその今回食べやすいようにですね、味付けもしております。これはちょっと信じられないですよね。あれ、うわ、めっちゃ嬉しい。ぱっと見あの、はい、にゃんこの顔のパンに足出てるから、はい、もう地球外生命体じゃないですか、はい、あのフォルムじゃないですか。その味がやばくて、本当に。あとね、僕気づいたんですけど、バンズもすっげえうまかった。パンパンパン、あ、はいはいはい、パンの方めっちゃ回ったスマジで。マジっすか。あれ焼いてるの。はい、あのちょっと実はですね、あのコンプラ姫、はい、これいるの。コンプラ姫、コンプラ姫、あのコンプラ姫、コンプラ姫、あのちょっと今ね現場入っちゃいましたけど、あ、はいはいはい、あの全部バンズからもう全部焼いてますし、あ、もう全部手作りです。あ、え、全部手作り。あ、そうなんですか。一から一からやってます。一から焼いてますし、あとその、あのカニ、まあもちろんカニはね、あの直送でミャンマーからもらってますけど、あのカニの味付けも全部オリジナルで。僕はあのフードファイトする気若干薄れましたからね、正直。食べてえっと思っちゃったの。グルメが良かったみたいな。そのバトルの時は味感じないって決めてるんですけど、ちょっと揺らいだマジで。うまっみたいな。でもダメだと思ってガーって言ったんですけど。だからずっとカニっておっしゃってた。あ、もうそうなんですよ、本当に。そうなんですよ。なるほど、ね、ないって言われてマジかよってちょっと思っちゃった。味わってる自分がいちゃいました、やっぱり。あ、いや、でも本当面白かった、マジで。めちゃめちゃ嬉しいです。あの、まあ、先ほどちょっとね、お店自体が、あの、まあ、9月末というところなんですけども、それ以降、あのキッチンカーとか、
そういうのでも考えてるんです。その辺の情報って、例えばなんかどっかの、SNS が見れば分かるとかあるんですか？私もインスタ、フェイスブック、ツイッターやっております。そこで多分発信していくと思いますんで、じゃあこの動画も概要欄の方に貼らせるんで、もしよかったらチェックしてあげると。チェックよろしくお願いします。お願いします。本当に今回ありがとうございました。いやいや、こちらこそ本当にめちゃめちゃ新鮮な体験させていただきまして、いやね、もうライブですよ、本当に。一つの、食事することがもうリアルなライブなんで、これはね、皆さんぜひ現場に来てほしい。映像もね、すごいね、届いて、これね、うわ、すごいんだなって分かるんですけど、もう隣で、ごめんなさい、もう本当に一番自分が近かったんでね、こう見てる中でのね、ライブ感が本当すごいですよ。こうやって食べるんだとか、多分ね、映像じゃ伝わらないその小刻みな部分だったりとか、すごい。めっちゃ嬉しいっすね、すごい。マジで嬉しい。テンパさんも楽しみながらやってくださったら嬉しいっすね。いや、本当、ね、キャッチする情報が多すぎ。本当に本当にありがとうございました。こちらこそ、どうもありがとうございました。すいません、急に無茶振りで。もうありがとうございます。最後エンディングですよね、これね。まさか動画撮ってる中にオファーかけるとは。いやいや、でも嬉しい。いや、本当にでもそれめちゃめちゃね、MC としてめっちゃ嬉しいですよ。いやいや、妙に尽きますもん。ぜひ自分もかなり前向きに、考えておりますんで。はい、じゃあこれ近々また押していただくのは近いですね。広告期待ですね。任せてください。皆様広告期待でございます。本日はありがとうございました。こちらこそどうも。ありがとうございました。もう握手してもいいですか。もうありがとうございました。